ウェルキャブは、トヨタ自動車の福祉改造車両。テクスと称するメーカー完成特装車にあたる。主な仮想メーカーに、トヨタ車体タやトヨタ自動車東日本などがある。ウェルフェア、ウェル、ウェルカムと、キャビンを合わせた造語。以前は、ハンディキャブと呼ばれていたが、1996年に、誰もが親しみやすい名前として変更された。車椅子使用車スロープタイプ写真は、 初代、アルハードシャイス使用者リフトタイプポルテサイドアクセス車一家では、ベース車両の生産終了などにより、ウェルキャブでの設定を終了した車種を述べる。ウェルキャブ車専用の展示場。全国10カ所に専用展示場があり、常に10台以上の福祉車両車が展示されていて、体感できる。また、カスタマイズの相談も受けている。全国のトヨタ販売店が、 福祉車両を充実させた展示場のこと。バリアフリーを導入した展示場で商品知識が豊富なスタッフを配置する。メガウェブやアムラックス、トヨタウェールモール、第44回東京モーターショーなどでも展示している。ありがとうございます。